伊藤健二郎は、北海道下川町出身の元、スキージャンプ選手である。スキージャンプの指導に力を入れている下川町に生まれ、元ジャンパーの父、伊藤敏光に影響を受け5歳からジャンプを始めた。下川町立下川小学校、下川町立下川中学校、下川商業高校を経て、2008年4月から、 土屋ホームに所属したが、業績悪化による支援の縮小のため、木下監督、伊藤大輝とともに10月限りで、退社、12月いっぱいまで支援を受けた後、木下監督、伊藤とともに2009年1月1日からは、札幌スキット名義で活動した。2月6日には、木下監督、伊藤とともに携帯ショッピングサイトを手掛ける。 モバイルコンビニの支援を受けることが発表されたが、4月1日付で伊藤と共に雪印入業に入社した。小学生の頃から数々の大会で優勝し、将来を職望され、同い年の土地元昌平と多くの大会でタイトルを分け合ってきた。2000年月、当時史上最年少の小学5年生にして、初めて大倉山ジャンプ競技場を飛んだ。 この記録は2007年8月4日に、下川小学校4年の伊藤正光が飛ぶまで、破られなかった。下川商業高校1年時の鳥のオリンピックで、ジャンプ史上最年少の日本代表選手に選出されたが、出場機会がなかった。2006、7年は、夏のコンチネンタルカップリレハンメル大会で1日目に、優勝、2日目に2位に入賞し、 冬のコンチネンタルカップロバニエミ大会で1日目に優勝、2日目に2位に入賞した。また全国高等学校スキー大会に優勝し、2007年、ノルディックスキー世界選手権札幌大会では、個人ノーマルヒルに出場して37位であった。ノルディックスキージュニア世界選手権には2004年から2010年まで7大会連続で出場し、 団体戦のメンバーとして2006年には銅メダル、2007年には銀メダルを獲得した。2020年3月末に雪印恵み力を退社し、現役続行を模索したが、新型コロナウイルス感染拡大による競技環境の悪化により、4月末までに続行を断念し現役を引退した。冬季オリンピック世界選手権、ジュニア世界選手権、 ワールドカップサマーグランプリコンチネンタルカップ、ありがとうございます。